日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらファミリーマートの大きなエビチリファミマルプレミアムと鶴餅餃子と春雨の中華スープをいただきたいと思います。中華料理2品ですね。自分にしてはこういう風に統一するの珍しいかも。いや普段からやれよっていう話なんですけど、まあそう話しているのもあれですから、は早速チャンネル登録よろしくお願いします。中華スープからいただきたいと思います。どんな味がするのかな。それではいただきます。中華スープはうまみたっぷりで、エビチリはわー結構ピリッとくる。だけどプリッとした食感がしっかりあるのが本当にいいな。これもっといっぱい食べたくなるような、そんなエビチリですね。そしてもっと飲みたくなる中華スープでもある。どうしたもんだろう。もっといろいろ食べてみたくなるな。これはさーて、それぞれの料理についてはこの後すぐにレビューしますね。とほかのファミマルも気になる。ごちそうさまでした。最初に食べた鶴餅餃子の中華スープは一言で言うとかなりスープの味が強かったですね。でその強いスープの味がかなり個性を出していて、餃子の皮にも染み渡っていて、野菜や春雨の歯応えもしっかりとしていて結構満足感もあります。でそのオーブのエビチリは本当にエビが大きくて、なんだろうな、なんかクッキーぐらいあるんじゃないかと思うぐらい大きさがあります。で、それを高めとプリッとした食感が口の中でファチキッと弾けて美味しいです。で、エビチリソースが結構辛いので、辛いのが苦手な場合は食べない方がいいと思います。ですが、この辛さが結構爽快感もあって、なんか後から来るスーッとした気持ちがあるので、今回はこのエビチリを代表として4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そして嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それでは、さようなら。